それを今まで手でこうやってさ手に頼って折ってローテーションして全然手を上に上げようとしなくてもそう自然と縦方向に使っていい。ゴルフ業界を盛り上げようということで始まりましたチェケラーゴルフ。今回は雪の先輩が3級に入られたということで私なのかなのかがお送りします。よろしくお願いします。ということで今回は5エレメンツ西麻布店にやってきました。よろしくお願いします。はい、5エレメンツのコーチをされている橋本龍馬プロに今回はレッスンをお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。体重移動っていつするの？体重移動ですか？トップから切り替えしますのタイミングが厳密に、うん、そこで捻転が一番使えるみたいな。捻転って言ってもあんまり捻転にしたくない。まあ、こういう捻転ってさ、多分捻転っていうと、うん、下半身と上半身のねじれさ、クラブがこうちょっと遅れてくるみたいな、体開いてみたいな感じだったんだけど、うん、そうじゃなくて胸骨に点打って、はい、で手元に点打って、うん、でヘッドに点、3つ点打つじゃん、うん、ここの点とこの点っていうのは、うん、ずっとリンクしてない、うん、さっきのこれもそうでしょ、うん、こういうさ手で上げないから詰まりもないし、うん、ずっとこうリンクするし、うん、ずっとリンクする。でどんなにこう体をねじれを使ってもここっていうのは体の前に常にいたい。あー、どんなにねじれてもそう、ここの2点はもう背骨に線引き、うん、でこの胸に対して、肩に対して90度の線が、うん、これはもうずっとリンクしてて手元ね。でクラブって重たいからここがすごい回転すると、うん、ヘッドって振り遅れない、うん、そこでこうやってインパクトしたらさ、うん、ハンドパースし、あーそっかそっかそっか、うん、でも手元は胸骨の前ね、胸骨の前。あーそっか、そう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 、これを右でこうさばこうとしちゃったりすると、うん、ダフルかな、こうリリースが早くなって、うん、シャクルっていうか、うん、リリースが早まっちゃったりするわけです。あとはそう体を回そうとしすぎて手元遅れてなります。なる。じゃあ基本的にはもう胸骨の前が手元、そうっていうことね。はい。お、でも右取ってきたけど、え、でもさっきより縦取りにはしてきた、うん、あ、右に行くのは、うん、あ、でも、あ、全然違うかも。ちょっと縦振り意識しすぎて、うん、手元がこうやって離れてるけど、あ、ここは基本的に変わんない。ちょっと構えて体じゃなくて手だけでこう外に上げようとして、それは縦振りしすぎってこと？しすぎじゃなくて体は回ってない。そう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 、ここのリンクして体がこう正しい、さっき左の中よじれ、うん、その動きができれば別に手を上に上げようとしなくても、うん、そう自然と縦方向になる。いや、私のあるあるだ。別にクラブを縦にする必要ないから体を縦回転したい。ちょっと待って、あ、でもこっちでいいのか。そっか、で、どうにかしようとして、そう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 、あーの後にこう、その後は、うん、こう右腕畳んでいく。こっち、うん、そしたらさ、左肩めっちゃボールの方向いてこういう感じしない？向いてる、向いてる、向いてる、すごい向いてる、めっちゃ回ってる。もうちょっと振ってもらって、そうそうそう、で、そう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 、こう、そう、こっち、うん、そう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 、なんかすごい球上がるぞ。なんかいつも自分本当に感覚だけどいつもより、うん、
横振りな感じがしちゃう。逆にああいいんじゃない。え、なんか、うん、縦張りって、うん、もうなんかこういう目で、うん、そうじゃない。体の向きは回転はこういつもより縦に感じるけど、体が縦、だって今までさ体がこういう動きをしてたわけ。これに今の手の動きを加えたらとんでもないこっちの方に、うん、そうそう、うん、だから手でそのまあ打ちやすい位置に持ってまあ降りてくるところもあるので、手がこう作業するコントロールするから、ね、そう、体が正しい回転すればそうこっちか、うん、でこうあの正面で合わせてやるとイメージしやすい。そうそうで体立てでしょ、うん、うん、あ、分かった。ドローをかけすぎて、かけた意識が強すぎて多分なってる。めちゃめちゃドローヒッターの人本当はフェードなんだけどね。スリークォーターでいいかな。右手の方がこっちに突っ込む。そう上向いてフォロー。この時も左手の方がちゃんと。そう私手首だ。右手の方を立って左手の方をローテーションして。そうそれを今まで手でこうやってさ、うん、手に頼って折ってローテーションして、うん、うまく合わせて。合わない時は曲がる。そうこう開いたまんま来ちゃえばさ右に飛んでっちゃうし、うん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 、それ嫌がってこうやって警戒せばうまく地域に出ちゃうし、で今までは手首、うんで、こうやってローテーションしてまっすぐ合わせようとしてるから、うん、曲がるときと曲がらないときがあったけど、うんうん、体でやればその曲がり幅を抑えられる。お、いいね。でもさっきより打感がいい。そんなに手も返ってない。本当？うん、ここ意識して。そっか、こっちか。うん、体を使ってだよ。そう、したら左に動く。だいぶ曲がり幅が抑えられてる、うん、なんか感覚、出玉が全然違う、うん、今までこう右にさこう広く視野を取ってこう巻いていくようなイメージだから、巻いてこないと右そのままスライス、うん、まあ、プッシュしちゃうし。そうなんだ、うん、そう、うん、意識 しない方がいいんだ。そう、さっき言ったけどこの点点点が大事だから、うん、これを自分からこうずらしにいかないと、うん、基本的にはこの3つの点を揃えてたいけど重いから遅れて結果ずれてハンドパースになる、うん、これを自分でこうずらしにいかないと、まあ、多分意識はしてないと思うけど、確かに意識して自分でハンドファーストとかいうよりも、うん、なっちゃったぐらいの感覚の方がいいよね、感覚ね、うん、
うん、なってこのまま行くことはないけど、うん、別にわざとこうする必要はない、うん、デシャンボ、ああ、わかるデシャンボ、うん、おスイングをこう変えていく段階では本当にこのスリークォーターで右手の甲が上向くで、フォローで左手の甲が上向くっていうちょっとこうロボット的な動きだけど、それやってって、それクラブ持たないでってこと？あ、クラブ持ってます。あ、持っても、うん、持たない方がさ、こうイメージしやすい、イメージしやすい、うん、そう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 。で、クラブ持って実際にフルショットするときなんかはテイクバックだけでいいから、うん、そう意識する。そう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 、イメージこれで、うん、これでこうやって離れないから、あー、ずっとここつけっか、そうそう、ずっともやんないし、あとこれがこうもずれないから、うん、背骨を中心に体が、手がついてくる、うん、そしたらその位置どこにつけたの？そういう溝落ちぐらい、ここか、うん、そう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 、あ、手元離れないでしょ、離れない、あ、ここかってなる、そう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 、そしたらさ、さっき言った右、今左手のこういう向いてるでしょ、うん、え、ほんとだ、え、今までと全然違ってたでしょ、うん、萩原とかは、まあ、やってるからさ、前からそこでパチンとアジャストできちゃうけど、それがうまくいかなくて、そうそうそう、ちょっと歯車が狂っちゃうと、あれなんで左今引っ張っちゃったのかな、ドローンのイメージなのになんで右スライスしちゃったんだろうとかって、もう収拾つかなくて、そうそうなの、ほんとそう、ちょっとここでなんていうの、決まった形があればさ、うん、いや、そう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 、お家でまずはフラフープ、下から握ります、うん、構えた時に背骨に対してこのフラフープが90度になってね、背骨、うん、そう90度になって、こうか、そう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 、ぐーっと回ってって、そうそうそう、もうちょっと丸が見えないように体を回していく、回していく、そうそうそう、お腹が上げるときは左のお腹が縮んで、うん、インパクトで戻って、フォローのときは右がこうねじれる、うん、そう収縮する、良くないのはテイクバックで丸が見えちゃう、そしたら左が反対のお腹がだってよじれちゃうから、うん、これはすごいこうフェーズを回避して使っちゃうから、うん、球の安定もなくなっちゃう、なくなる、うん、まずこれが一つ目、そしてもう一個は溝落ちにクラブを割って握ります、溝落ちじゃないの、何でも溝落ちでもいい、まあ、おへそでもいい、3時から9時でテイクバック上げて右手の甲が上に向いて、フォローは左手の甲が、そうそうそう、そうそうそう、そうそうそう、そうこれです、この2つをやると曲がりにくくなります、曲がりにくくなる、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、修正が出ます、球の直線性が出ます。はい。ヨーマ先生、はい、ありがとうございます。ぜひ試してみてください。試してみてください。はい、この動画が良かったなと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、チェケラー。チェケラー。